どうも、今回脚本を担当しました山曽加納です。お願いします。ドラマの初脚本はい、初脚本、はい、はい、ご感想。そうですね、大変とは聞いていたんですけども、思ったよりも、本当に終わらないなっていうか書いても書いても終わらないなというのが正直な感想ですが、スナックを舞台に、そこに通う、女の子と経営するママとの触れ合い、そして、常連さんとの、心の交流を通して会話劇を楽しんでいただけたらなというふうに思って、そうですね、ポップな感じに書きました。加納さんから見た、はい、見どころ、この見どころ、はい、そうですね、ワンシチュエーションで、あのスナックの、店内だけを舞台にずっと10話お届けするので、本当にもう会話勝負というか、まあ、世代がいろいろ違う人が出入りしますけども、まあ、今結構そのディスコミュニケーションなんて言われるこう世代ごとにそれぞれが個人で楽しむという時代になってる中、こうやって店を通していろんな人と関わる中で、生まれてくるコミュニケーションの面白さであったりとか気づきみたいなものを感じてもらえたらなと思います。